それでは今回は早速成功志向のポイント1について説明していきたいと思います。成功してるかどうか、私が成功しているかどうかに関わらず、成功志向を学ぶことは誰からでもできるんですね。で、自分もそうなんですけど、成功志向を知ることで実は自分が成功できる可能性を自分の意思でコントロールできるようになるわけです。なので、その自分が成功するための可能性を自分の意思でコントロールするために、ちょっとこれからポイントとなる3つのことを動画を分けてですね、ステップ分けてご説明していきます。まず一番最初です。これはシンプルに考える。このシンプルにというのは、実はですね、自分の哲学の方にもつながってくるんですけども、ある出来事が起こるとしますよね。で、例えばお金を取られたとかいう出来事が起こったとするじゃないですか。スリにあったとか、なんか騙されて詐欺にあってお金取られたみたいな。で、そうした時に、ある出来事がそういうふうに起こった時に、その人は多分お金を取られたことに対してネガティブなイメージ、ネガティブな印象を持つと思うんですよね。嫌な出来事だと思うはずです。でも、よく考えてみてくださいね。例えばお金を取られたことで本当に悪いことばっかりかって言われたら、そうでもないわけですよね。それは無理やりですよ。何が言いたいかというと、出来事って起こっただけなんですよね。それにネガティブな印象、ネガティブなレッテルを貼るのか、ポジティブなレッテルを貼るのか、それは誰が決めてるかというと、自分なんです。もっと言えば、自分の感情が出来事に付加情報を与えている。ですよね。さっきのお金を取られたということは、明らかにネガティブな印象だと皆さんが多く思うはずなんですけど、でも実はお金を取られただけのことを考えたら、ただお金が取られたという事実が起こっただけなんですね。じゃあ、その起こった出来事をこれからどう処理していくかというところで、どういうレッテルを貼るかっていうところが重要になってくるわけです。でも多くの方はお金を取られたんでネガティブになって、愚痴をこぼしたり、ブーブー言ったり、警察に届けたり、するわけですよね。で、警察に届けたりして、じゃあその時取られたことをどういうふうにカバーしていくかとか、取られたことにどんな意味があるかってことをあまり考えようとはしないわけですよ。それは普通ですよね。だけども、成功しようと思ったら、ここで冷静にならないといけないです。ある出来事が起こっても、それを単に、嫌だな、イラッとしたなと思って、ただただイラッとした出来事だと処理してしまうんではなくて、この出来事がどういうことが起こったのかっていう、まずこれだけを考えないといけないですね。なので、言ってみればネガティブなイメージもそうですけど、実はポジティブなイメージもあえて持たないように考えるわけです。いいことが起こったとしても、もちろんただ単純に楽しめばいい場面とか、そういうのはいいですよ、もちろん。ただ今回みたいな勉強とか、このある出来事というのが勉強しなさいと言われていることに対してだとすれば、これがネガティブなのかポジティブなのかっていうこと以前に、勉強とは何かということを考えないといけない。そして、言ってみれば、今シンプルに考えろと言ってるのは、勉強からは逃げられないじゃないですか。子供たちって学校に行かないといけないのは変わらないし、小学校中学校卒業したら今度は高校に行く方がほとんどですよね。で、そしたらまた1日朝から夕方まで時間拘束されて授業を受けないといけないわけですよ。で、そうした時に、嫌だな、そんなことしたくないなって思いながら勉強授業に出ていても、何も意味がないわけですよね。何も身につかない。同じ1日8時間とか、8時間もないかな、通学の時間も含めたら7時間8時間あるかもしれない。その7時間8時間は本当にずっとネガティブな思いのままこの出来事と付き合っていくのってもったいないわけですよ。だったらシンプルに考える。もうこれはしなきゃならないんだと、とりあえずするかと、
そうすると実はこの出来事に対して冷静に対処できるようになる。これも結構難しいですよ。言葉で言うとシンプルなんですけど、結構難しいのは冷静に捉えるわけですよね。冷静に捉える。で、それが冷静に捉えた結果、その後、要は仕組みを考えることにつながるわけです。なので、まずはネガティブ、ポジティブという感情に振り回されないように、まずシンプルに考える。やらなきゃならないことだったら、まあやるかと。やらなくて済むんだったら、まあじゃあやらなくていいかと。まあ、あと勉強の場合はもう逃げられないので、じゃあまあやりたくないけどやるしかないか、じゃあどうするかっていうふうに、まずシンプルに捉えて、シンプルに考えて次のステップに進むっていうのが、まず成功思考のまずポイント1です。